Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Sword Art Online. Wir sind natürlich immer noch dabei. Ich werde es natürlich nun nicht vernachlässigen. Hier vorne wird mir einer angezeigt, aber das steht gar nicht da. Wir wollen noch ein paar Gespräche führen. Zwei Stück, der dritte ist hier nicht da. Oh, Yu-Gi-Oh! Okay, dann werden wir erstmal mit Yu-Gi-Oh! Sprechen. Und wollen mal gucken, was er von uns möchte. Und dann geht's bald auch schon weiter mit der Hauptstory. Also, bisschen getolt noch. なんとなく時間があったから町にやってきたけど、どうするかな。あ、キリト、ユージオか。どうしたんだ。オートの市場で買い物でもしようかと思ってたら、ちょうどキリトを見かけたんだ。買い物か。じゃあぶらりと食べ歩きにでも行こうぜ。まったく、キリトはそればっかりだね。アスナにも似たようなことを言われてたよ。あのさ、キリト。ん？なんだ？いや、なんでもないよ。な？なんだかユージオの様子がいつもと少し違うような。あ、キリト君。アスナ？ユージオ君と一緒だったんだね。ああ、食べ歩きでもしようかと思ってさ。こんにちは。アスナはどうしたの？実はキリト君に手合わせの相手をしてほしかったんだけど、でもこれから二人はお出かけなんだよね。だからまた今度付き合ってもらうわ。あ、そういうことか。あ、すまんアスナ、近いうちに必ず時間作るから。キリト、僕は大丈夫だからアスナの相手をしてあげてよ。ユージオ？え、いくらなんでもそれは悪いよ。気にしないで、僕も偶然会ったところだし。でも一つだけお願いがあるんだ。お願い？うん、二人の手合わせを見学させてくれないかな。俺はいいけど、アスナは大丈夫か？ええ、もちろん。ユージオ君、ありがとう。ううん、ちょうど二人の剣を見たいと思ってたんだ。よし、そうと決まれば早速出発だ。Und wieder mal wird gekämpft. Da geht's auch immer nur ums Kämpfen. Entweder wollen die immer alle essen, oder die wollen alle gegeneinander kämpfen.Also viel mehr Auswahl gibt's da gar nicht mehr. Einfach mal so zusammen chillen und mal die Wolken beobachten oder so. Nö. Oh, ich hab Hunger, lass mal was essen. Oh ja, gute Idee. Oh nein, warte, ich möchte doch lieber gegen dich kämpfen, Kirito. Ja, kein Problem, dann können wir danach essen. ああ、お疲れ、アスナ。最後の攻撃入ったと思ったんだけどな。あれは本気で焦ったよ。なんとか弾いたけど、紙一重だった。二人ともすごいよ。手合わせで対峙してるのに、不思議と息がぴったりで目が離せなかったよ。キリトの強さは嫌っていうほど知ってるけど、アスナの速さも凄まじいね。ああ、なんせ向こうじゃ閃光様と呼ばれてたくらいだからな。閃光様か、確かにぴったりだね。やめてよ二人とも、恥ずかしいからその名前で呼ばないで。俺はいいと思うけどな。アスナの剣をよく表していると思うし、眩しいくらい速くて美しい剣だよな。時々見惚れそうになるほどに。キリト君、それを言うなら私はやっぱりキリト君の剣が好きだな。あったかくて優しくて、でも誰よりも強くて。アスナ、なんだかこっちが恥ずかしくなってくるんだけど、今のって
剣の話だよね。ね、もちろん剣の話だよ。他に何があるんだよ。そうよ。キリト君の剣が好きって言っただけよ。まったく二人して。そうだ。キリト君とユージオ君はこの世界でずっと一緒だったんだよね。うん。ルーリット村からオートに出るまでも、集権学院に入ってから今までもずっとね。キリト君の隣は大変だったでしょ。分かってくれるかい、僕の気持ちを。痛いほどに。何を大げさな。別にそんな迷惑をかけた覚えはないぞ。覚えがない？門限は破るし、規則は破るし、どれだけ止めても無茶はするし、どれだけ僕が心配させられたと思ってるんだい。いや、別に破りたくて破ってるわけじゃないけどな。それにユージオだって協力してくれてたじゃないか。それはそうだけど、僕が言っているのは何すな。ついおかしくって、キリト君のそういう姿を見るのがすごく新鮮だから。そうか。今まではエギルさんとかクラインさんとか年上の男の人と関わることが多かったし、年が近いユージオ君だからこそ一緒にやってこられた部分もあるんじゃない？それは確かにそうかもな。ユージオが一緒だったからここまで来られたのは確かだ。ありがとうな、ユージは。いや、お礼を言うのは僕の方だよ。キリトがいなければ、僕はルーリットで木こりのままだった。キリトがいたからこそ、ここまで来られたんだ。本当にありがとう。ユージは。はあ、なんだか男の子同士の友情っていいね。あのさ、キリト。なんだ。いや、やっぱり何でもない。なんだよ、言いかけてやめるのはなしだぜ。本当に何でもないんだ。気になるだろう。あ、じゃあこうしない？手合わせをしてキリト君が勝ったら、ユージオ君は今言いかけたことを言わないといけないの。手合わせ？アスナ、何を言ってるんだ。それでそれで、夕暮れの河原でゴロ寝して、プッ、強えな、お前もな、とか言っちゃったりして。なんかアスナのおかしなスイッチが入ったぞ。ユージよ、なんとかしてくれよ。よし、キリト、手合わせをしよう。なんでそうなる。キリトが勝ったら、言わなかったことを教えてあげるから。うん、分かったよ。よくわからないが、手合わせすればいいんだな。Ja, da bin ich ja mal gespannt. Müssen wir jetzt kämpfen gegen ihn? Dann gewinnen wir doch bestimmt. Oh ja, wir müssen kämpfen.Na, komm schon, kommst du? Oh, den habe ich, konnte ich nicht ausweichen. Ja, das habe ich doch gut hingekriegt. So, jetzt haben wir ihn ja aber.Das war's. Wir haben gewonnen. Was für eine Überraschung. Jetzt muss er und YouTube aber sagen, was er jetzt möchte von uns. Bestimmt so eine richtige Bromanze wird das.
やっぱりキリトは強いな。うん、やっぱりキリトはキリトだ。ああ、いや、ユージオの剣もさすがだよ。それでさっきユージオが言おうとしていたことってなんだ？それは実はずっと気になっていたんだ。この世界のキリトとリアルワールドでのキリトが同じなのかって。同じ俺？うん、アスナやリーファたちと接しているキリトはこれまで僕が知らなかった部分を持っている気がして。もしかして俺が2つの世界で別のキリトを演じてるんじゃないかと思ったってことか？うん、キリトを疑っていたわけじゃないんだけど、少しだけ不安になったんだ。ユージオの様子がいつもと少し違ったのはそのせいだったのか。気づいてたの？ああ、なんとなくな。うん、でも聞くまでもなかったよ。アスナと話す様子を見ていれば分かったし。だからもう大丈夫。僕の知るキリトは本物のキリトだって分かったから。ユージオくん、私もユージオくんと一緒なのちょっぴり不安だった。アスナも？うん、ここでキリトくんが過ごした2年の間にキリトくんが変わっちゃってたらどうしようって、そんな気持ちもあったの。でもやっぱりキリトくんが私の知ってるキリトくんで安心したよ。誰よりも強くて優しくて食いしん坊でよく寝るのがキリトくんだもの。確かにそうだね。変なところで意気投合するな。でもどうして手合わせをしてくれようと思ったの？聞くまでもないなら手合わせする必要なかったのに。それはさっきキリトとアスナの手合わせを見て剣で語り合ってるのが羨ましくなったからかな。ユージオ、寂しかったんだね。でも大丈夫、これからはキリト君とユージオ君の時間を奪ったりしないよ。そういうの恥ずかしいからやめてくれ。まあでも心配するなよユージオ。リアルワールドでの出会いもこの世界での出会いも同じようにかけがえのないもので使い分けたりはしない。ああ、よくわかったよ。だからこれからも今まで通りよろしくな。うん、こちらこそよろしくね、僕の親友。Oh, das war so toll. Das ist wirklich so eine richtige Romanze. Das ist ja... Das sind so schöne Freunde. So tolle Freunde sind das. So tolle Freunde wünscht sich doch jeder. Naja, gut. die Frage, ob Kirito Kirito ist, naja, gut. Eigentlich ist er ja immer gleich irgendwie. Aber egal. Das Gespräch haben wir bestimmt beendet. Ich werde die Folge dementsprechend auch einmal beenden, weil ich die Gespräche jetzt ein bisschen gesondert mache. Schaltet dann auch in der nächsten Folge ein, wenn wir das letzte Gespräch oben vollführen und gucken, wer das denn ist. Ich werde, du kannst ja schon mal hingehen. Wir können ja gucken, mit wem wir da sprechen. Hier ist nochmal Yu-Gi-Oh! Wird jetzt aber langsam echt ein bisschen lästig, muss ich sagen. Gehen wir jetzt erstmal hier hoch. Sprechen wir hier oben mit dem. Und ja, schaltet dann in der nächsten Folge ein. Oh, Sinon. Wenn wir dann in der nächsten Folge mit Sinon reden. Also, macht's gut. Gebt uns auch gerne ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.